パワーディレクター14で、モーショントラックの使い方。まず、素材をタイムラインにドラッグします。スライダーを操作して、開始位置を指定します。後でも調整は可能です。次に、すぐ上のメニューから、ツールを選択して、表示される中から、モーショントラックをクリックします。モーショントラック画面が開きます。中央に白枠が表示されています。トラッカーボックスです。これを対象物に被せます。そして対象物に対して適切なサイズに調整しておきます。できたら左側にあるトラッキングボタンをクリックします。すると、この例では、移動する、かもですが、トラッカーボックスが、黄色枠で表示され、自動で、かもを追跡していきます。追跡が、場合によっては、対象物からずれる時もあります。その場合は、停止ボタンをクリックして、止めて、もう一度、ボックスを指定し直します。指定し直したら、再度、トラッキングボタンをクリックします。また、トラッキングされ、黄色枠が表示され、追跡が継続されます。トラッキングの終了は、任意の位置で、停止ボタンをクリックします。次に、3つあるボタンから適切な効果を選択します。この例ではエフェクトのモザイクを選択しています。モザイクを選択した時点でプレビューには青い枠が表示されます。これがモザイク表示の調整ボックスです。この例ではカモが隠れるように青枠を調整します。できたら右下の OK ボタンをクリックします。元の画面に戻ります。これで設定は完了しているので、プレビュー画面にて正常かもう一度確認します。これで作業は完了です。